またここに戻ってきたわね。まだ物語は続いてるみたいだ。探検を続けようぜ。水辺で止まって下に行かないぞ。ん？何か待ってるみたいだ。
もしかしてさっきのはこいつを待ってたのか？これは…またモンドの家屋でござるか？どうして私の家が…家？これは…あなたの家なの？おや、これはまた意外ですね。メギストス卿はかなり質素な生活を送ってきたと聞いていましたが、この邸宅は…床に置かれた本にラベルが貼ってあるぞ。希少品、たった99万モラ。そんなに高いのかよ！こっちにも見るからに高そうな醸成本がたくさんあるぜ。これが先生術師の部屋なのか。部屋のしつらえも実によくできている。決して安くはないでござるな。私は時折手元に現金がないだけで、本当に貧乏というわけではありませんよ。そうだったの？あなたにご飯をおごったり、私の家に招いてご馳走したりしたのに。お嬢様、お言葉が。汝は聖なる恵みを受け、私と共に雄野浄土の城へ行き、断罪の皇帝と皇后に謁見したではないか。はい。ああ、そうでした。お母様の作ってくださったシチューとコールドカット、とても美味しかったです。はあ、また食べたくなってきました。メギストス卿、
今はそんなことを言っている場合ではありません。モンドの料理か、あたいも食べてみたいぜ。聞いた話によるとモンドには美食がたくさんあるんだろ、特に肉料理が。ならば何時らにも。ええよ、あたいよ。今度私に同行して皇帝と皇后に謁見してもいいわよ。いいのか？おい、おいらたちも行こうぜ。そういえば拙者も友人の家へ行くのは久方ぶりでござる。ここはご好意に甘えさせていただくとしよう。ふむ、手土産などを用意した方が良いだろうか。あのお二方は気さくで親切ですので、そういうことはお気になさいません。どうぞお構いなく。もし行くのでしたら絶対にあのコールドカットを食べてみてください。得意料理だそうで、とても美味しいですよ。それよりも今は目下の謎を解決した方がいいのではないでしょうか。実は部屋に入ってからあの置物が気になっていたのですが。ああ、そうでしたね。先生術師は最も奥深き清書を見抜くことができる。故に傲慢は許されない。もしもこの学問によって自身が何でもできる強大な存在だと思ってしまえば、逆に星に見放されることになる。昔の私はなんて盲目だったのでしょう。宇宙にある全ての運命を理解した気になっていたなんて、あるいは罰だったのかもしれません。道を失った私には迷うべきじゃないよ。お前が迷ってしまえば、たとえ先生術でもお前を救えはしないのだから、おばばはそう言っていました。私たち先生術師は自らの命運を図ることはできないのです。しかし今日この言葉が別の意味を持ち始めたような気がします。人は灯台の導きに従うだけとは限らない。私はそれを初めて理解しました。たとえ前途が暗く危険だとしても、彼らは砲を上げ出航する。変えることも逆らうこともできない。だからこそ運命は運命なのです。物事の進行する規則を知り、天地の秘密を覗く。傍観だけで十分、何かを変える必要はありません。この世には完璧な伝説も、全てのものを救えるヒーローもいません。私がすべきことは、自らの運命をつかむこと。輝かしい景色なの。さすがは天才先生術師といったところでしょうか、メギストス卿。雄夜浄土の勇士以来、あなたは最も優秀な大魔導士です。
ありがとうございます。ですが幽夜浄土の歴史はそれほど長くないのでは。星は宝石のごとく、月は真珠のごとし、これは拙者が見てきた中で最も壮大な星空でござる。すっごく綺麗だぜ。こんな元凶を持ってるなんて、モナの心にはきっと果てしなく広い星の海があるんだろうな。うん、これこそきっと私たちが望んでいるものなんだと思います。この星空はとても美しい。それどころか私が普段占いで見る景象よりも華やかです。この中のすべての星が正しい位置にある。これは間違いなく私の元凶であり、ここでのみこのような機関を見ることができます。機関？どういうことだ？知っていますか？レイワットの星空はまるでこの世のすべての答えを隠しているかのように霊妙なものなんですよ。失踪した息子はいつ戻ってくるんだ？あの人は私を愛しているの？病気は治るのだろうか？どのようなことであろうと、すべてあなたの星屑の奇跡に記録される。しかし世界中の人々のうちかなりの割合の方が軌道からそれてしまうのです。あなたを表す星が軌道上にあれば、それはあなたが健康や幸福、安寧を得ることを意味します。逆にあなたの星が軌道からそれていたら、すべてが良くない方に傾くということですので、占いの結果にある星空は決してこのようなものではありません。星たちは時に迷子になり、時に堕落する。私は皆さんが幸福を得られることを、そして全ての方が軌道上にいられることを願っています。そのために私はアドバイスをして真実を伝えるのです。これらが無駄なのは知っています。人の運命は夜空に顕現する。私もただその中の一つに過ぎず、何も変えることはできません。それでも占星術以外に、真実の言葉を示すこと以外において、私はまだ非現実的な幻想を抱いているのです。人はいつも真実の道の上を生きなければなりません。しかし身の程知らずだとしても、それでも私は奇跡を期待しています。この広大な星の海には、あなたと私と彼と全ての人の星があります。星と星は一体どれほどの偶然があれば巡り合えるのでしょう。これらの巡り合いは運命の中で最も美しい奇跡なのでしょうか。私には分かりません。でもテイワットの星空には常にあなたと私の居場所があります。たとえ占星術が絶対的な理性だとしても、運命は無常で残酷でロマンあるものなんです。うん、私の星の中に何が隠されているのか分かった気がします。今から私は自分で自分の運命をつかみます。
水晶でできた透明な小鳥、綺麗で儚く心を動かす歌を歌う。しかし凡人たちにはそれが見えず欺瞞だと思った。この世に透明な鳥などいるはずがない。歌など歌えるものか。鳥はそれを聞くと翼をはためかせた。海と山を越え夜空にたどり着き星となった。その輝きは全ての人を照らせるほど眩しかった。鳥は自身のことが見えるものに光に従って夜を越え星をたどって海を渡ることを許した。英知に生まれ愚昧にとらわれる鳥は一度も不満を言わなかった。それが自身の運命だから。そして人々に運命を見せるよう導くことこそ鳥の意義なのだ。ここに戻ってきたってことはもう完全に元凶を離れたのか？おかしいですね。私の元凶にはファデュイや装置の手がかりがありませんでした。まさか彼らとは無関係なのでしょうか？それとも私たちに関係するこれらの元凶は過程ではなく結果だった？どういう意味だ？つまりこれらの元凶は謎を解決する手がかりに導いてくれる存在ではなく単なる結果だったのです。誰かが何かをやってこれらの元凶が誕生した。ただの副産物ですので当然ながら私たちに何かを示すことはできません。言い換えればこれらの元凶はあたいたち自身にしか関係ないってことだな。純粋なる自我の結晶。皆の者、このことについては原点に戻った方が良さそうでござるな。初めて島に上陸したあの日、拙者は旅人と共にファデュイの拠点を調べた。そこには奇妙な装置があり、横にいたファデュイは意識が朦朧としていた。拙者たちと交渉した研究員が言うには、あの装置は彼らファデュイによる発明品。それだけでなく拙者たちの邪魔は決してしないという約束までしてくれたでござる。あ、そうそう、あの帽子をかぶった太っちょのやつ、なんか眠たそうでわけのわからないこと言ってたな。もしかすると精神の乱れと元凶の創造は装置によってもたらされた二つの結果なのではないだろうか。そしてそれらすべてはあの破損した装置と関係がある。しかし二つの違いを生むのは装置ではなく影響を受けた者たちだった。あ、確かに夢と幻覚は区別がつきにくいものです。私たちと彼らに違う点があるから受けた影響の結果も違った、そう言いたいのですか？いかにも。ここ数日の観察からして拙者たちとあの者らの違いは拙者たちの方がより強固な意志を持っている点でござろう。うん、ありえるな。意志の固い人は狂気に陥ることがないから、ただ元凶を生むだけ。その反対で打たれ弱い人はああいった安定した元凶を残すことができない。つまりオイラたちは今すぐファデュイの拠点に戻ってあの装置を破壊しなきゃいけないってことか？いえ、破壊ではなく修復ね。お嬢様はむやみに未知の装置を壊すと深刻な事態を引き起こすかもしれないので、まずは修復を試みた方がいいとおっしゃっています。うむ、慎重に越したことはないでござる。私の予想が正しければあの装置は人の脳に影響を与える可能性があります。用心して対処しましょう。よし、善は急げだ。今すぐ行こうぜ。
手合わせならいつでも付き合おう。